Happy birthday to you。ついててね、暖かくて最高の夜やん。多分ヤンピジャマ、toute la journée du matin au soir。十四世紀の石らしいよね。これ死にたい。週末無料だから、週にいて。いろいろ遊べる。パリよりおしゃれなお店いっぱいありそうで、なんかいろいろ買いたいなと思ってて。本当になんとか初めて行って行ったことなくて、名物とか見ることとか何にも分かんないから、まあいろんな店を回って見るのは楽しい。なんかボルドに似てるらしいんだけど行ったことない。でもなんかお店は本当にもうかっこよすぎてやばいな。なんかルーブル美術館の下にある ここってめっちゃおしゃれ。なんかバラのデコレーションがあってすごい、なんか超可愛くないここね。すごくロマンチックに感じる。かわいいね。なんでバラついてるの。これ本物じゃないよね。なんか本当にこの店、この街の店って全ておしゃれにしか禁じない。かわいい、全部なんか緑が多い、かわいいよね。なんかナントのお土産屋さん見つけましたので、ちょっと見てみよう。なんか食べ物、パテ、魚のパテとかいろいろ売ってて、c'est pas mal. Hein, pour papa. Regarde avec des palets comme ça. Avec une pointe à gâteau. T'avais des trucs comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. Pour papa, c'est bon. Mais c'est quoi? Où ça? C'est quoi l'intérieur là? Des palets, galettes. Ah, ça c'est bien aussi ça. Ah oui, c'est bien celle-là. Ouais, c'est quoi? Bien de. Des palets. Oui, et puis ça c'est bon. Des galettes. C'est quoi? Ouais, galettes et palets.モフタもかっこいいな。こちら、アヌシのお城よりはでかいね。超かわいいね。色がかわいい。改装されたみたいな。ここはブルターニュ系の貴族のお城だったらしい。やっぱ姉に似てるね。かっこいい、ね、めっちゃ可愛いな。モダンと古い町両方。
ムニーさん、おはようございます。今日はお茶飲みたいけど、お茶のゴールがどこにあるかわからない。やばいね、この量。お茶あるけど、あ、匂いする。見た目だけではお茶のファンって感じだよね。ケールのこと、このカップ世界で一番重いかもしれない。トマトとかあるんだ。植えてるの。そう、見て、あっちミントとかあるやん。すごいね。バジルとかやってるし、Je dors très bien, j'entends rien. C'est pas la mer là, c'est la Loire. Ah, on traverse la Loire en bateau? 今からロアル川を通るために一応車が船に乗らないといけなくて、今知ったばっかだからかっこいいなって。こっから乗るの？らしいね。みたいな感じで。コクコデル。誘惑犬みたいな感じじゃない？なんか夕暮れみたいな感じ。ブルターニュ県のすぐ下にあるんですけど、まあ、ナントの近くですね。車で1時間くらい。簡単に説明するとフランスの西にあります。皆さんはブルターニュ県行ったことあるんですか？ゲヌってこういうちっちゃい町って好きなんだよね。アルシーみたいな。そう、見て、かわいい。音出ないかな。さっき叫んでたから。私かわいいよ。この子家族探してんのかな。おお、ほら。えい、来ました。ポルニック、お城の。これで45個目だね。誰かの誕生日なの？ぽいね。風呂敷とか売ってるみたい。空の色すごい。あ、見てなかった。待って、すごい後ろじゃん。後ろ。On rejoint des plages. D'accord. Donc ça, c'est la rue basse.
今は海が下がってる状態なんで下を見れるかわからないけど、すごい牡蠣だらけ。牡蠣いっぱい。海の形が全部見える、ね、今クレープ屋さん行こう。で、お昼ご飯はクレープとガレットの専門店なんだけど、一応日本にも売ってるガレットとかは全部ブルターニュ系の生産地なんだよね。ここは一応昔ブルターニュだったんだけど、まあ、ちょっと今ブルターニュの部分としては離れていて、あのブルターニュのすぐ下というところなんですけど、まあ、それでもブルターニュの生産地と言われるんで、まあ本当のブルターニュのクレープどういう味するか楽しみだね。このガレットは確かに最後日本で食べたのは神楽坂、あフランスの、ね、東京の地方で食べたので結構難しい。タイミングめっちゃ可愛いじゃん。さっきなんかテーブル1つなんか3個しかないと思ってたらめっちゃあったんだよね。でも中も可愛かったよね。裏上とかも消したのに。何？あの、ジャケット。めっちゃ可愛いレストランだよね。そうジェヌ、めっちゃ可愛いレストランだよね。そう、可愛い。メニューも結構豊かで、デザート系のクレープが名物らしいんだよね。かわいいレストラン。アマは何食べたいの？さっきメニュー見たらサラダ系のクレープも美味しそうだから両方にする。いいね。ゲヌがどっちか選んで両方食べたいから。なんとは俺取るからいいじゃん。ありがとう。だから一緒食べて、うん、あとはもう一個行こう。みんなお世話。ああ、メプフェアのコテドアフォベラチェンゲン。Appartement, je lui avais offert un bouquet quand elle était repartie, un bouquet de fleurs. Elle a toujours le bouquet de fleurs. C'est chier.なんで爆弾やってるかわかんない。いや、déjà moitié de la combi. Non, mais il a fait tomber par terre, non? Maman? Ça crame par terre? Dans le sac à main? Ah, j'aurais préféré, j'aurais pu le remanger. Imana ni monai, crève jusqu'à naï. Et toute notre scolarité, c'était des trucs comme ça. En permanence. C'était un bonheur de renouer, par contre. Ah ouais, non. Ouais. Qui j'ai pas fait la tête? Quand lui, il passe en terminal, que moi j'ai pas fait la tête. Pali, pali, pas dans la cour. En fait. Dès ta bête à y être, ton grave, à Mali, à tête à tête. On s'est retrouvé. Ce qu'on m'a dit.あの感想してないの。もうお世話になってよ。まあ、リヌはタンドリーチキン。めっちゃうまそうやんこれ。何？めっちゃうまいこれ。YouTube。これこれだ。ブタニア。めっちゃうまい。めっちゃ美味しいこれ。待ってもう一回撮るね。めっちゃ美味しい玄徳のやつ。Comment tu trouves, Amandine, ta galette? Elle est super bonne, celle de Guénon, notamment. Dans l'assiette. T'as entendu ce qu'elle répond? Non. Comment tu trouves ta galette, Amandine? Elle est super bonne, celle de Guénon, notamment. La mienne, je l'ai pas encore mangée. Oui, c'est une alcoolique, ma fille. Oui, t'as vu ça?
Elle a mal tourné. Hein. Ça vous va comme ça ou un peu plus c'est bon. Non, non, c'est bon. Est-ce que quelqu'un veut un peu? C'est du grand marmite. Ouais, allez. Vous êtes sûr que ça va aller avec le Kinder? Je sais pas si ça va être. Non, mais avec les pommes, ça va être bien. Il a vu la table, 20 euros, la cigarette, puis des couloirs. Il voulait la repenser pour mettre comme c'était un plateau en fait. Choco orange, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Par contre, les pieds, c'était. Aussi, mais tiens. Quand tu comes, on dit que c'est. ここマジでレストランうまいそうだってブルタニーの名物だからな、ね、どうですか？なんかちょっと寒いからあんまり海に入れないんだけど。バジルイチゴのアイスめっちゃ美味しいんだよ。初めて食べるんだけど、バジルはねパスタにしか合わないと思ってたんだけどめっちゃ美味しい。本当に合う。ちなみにこれ玄徳のアイスなんだけど、さっきから全部食べてる。あまねさっきお腹空いてないって言ったじゃん。でもこれね水で作られてるやつだから食べやすい。買った。お土産買った。超かわいい。ね。家で飾っていこう。いつもなんか旅行するとき、ポストカードとかコレクションしてますんで。ゆなと一緒にたくさん思い出を作りたいね。はい、ということで、こちらのブルターニュノンとトポリニックのブログがこれで終わります。このチャンネルにまだ登録されてなければ、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。あとインスタグラムの方にもいろいろ載っけておりますのでフォローぜひお願いします。はい、では次の動画へお会いしましょう。